第5章、よりしろのエッタ。白紫の遊具も背に、若葉をつけた梢が、切り絵のように佇む。ルーリーの見つけてきた宿は、死神を祀る小さな祠の隣、町外れの静かな場所に位置していた。1階が酒場、2階が客室という、オーソドックスな造りの建物だ。賑やかな声が往来まで響いている。手入れがいい建物だな。ルーリーの選択を間接的に褒めると、彼女は耳を赤くした。ルーリーは表情をいつも引き締めているくせに、小さなところでポロポロ本音をこぼしてしまう。その甘さは嫌いじゃない。だが、俺は唇を噛んだ。どうしたのお兄ちゃん、怖い顔して。石段を上がった綾瀬が首をかしげる。いや、何でもない。頭を振り、段を駆け上がった俺は、二人のために分厚い木の扉を開いた。え？無意識に鼻の穴を広げて息を吸い込む。石造りの貯蔵庫のような趣の内部には、肉の焼ける匂いが空間いっぱいに広がっていた。よだれが出そうになり、俺は慌てて口元を引き締めた。部屋に荷物を置き、酒場に降りると、ムッとする熱気に包まれる。台所からの蒸気と満杯の客のせいだろう。日焼けした男が麦わら帽子を脇に置き、市場帰りらしき商人と杉越の祭りの予定を楽しそうに語っていた。奇妙な取り合わせの俺たち一行はそれなりに視線を集めていたが、彼らはいい意味で実際的らしく、すぐに自分たちの話題に戻っていく。ほっとしながら俺はメイトレスから渡されたメニューを見た。さっぱりわからない。メニューは遠い過去の文法で書かれていたのだ。イメージはできるが間違ってたら怖い。俺実は変色なんだよな。口を曲げて考えていると、適当にみんなで頼みましょうか。横からルーリーの声がした。好きなものある？逆に嫌いなものとかも。私、魚とお肉は戒律で禁じられてるけど、牛乳と卵とかお野菜なら大丈夫。俺は鶏が食べたいな。嫌いなのはイチジクとマヨネーズだぜ。マヨネーズ？ルーリーは不慣れの発音に舌を迷わせたが、わかったわ。鶏の料理も頼むけど、あやしの分はあなたが食べてね。しばらく後、野菜がゴロゴロ入った巨大なオムレツと、チキンスープで炊かれた米の上に、ハスの香りのする鶏肉が乗っているもの。それに青菜の浮かんだスープが運ばれてきた。うまい。鶏肉を噛むと、ずっと汁が湧き出る。俺は思わず目を閉じ、しみじみと味わった。俺の時代の鶏よりも、肉が締まって味が濃い。私のもすごく美味しいよ。オムレツにかぶりついている綾瀬は、口元にトロンと半熟の黄身をつけてうなずいた。今日はゆっくりしましょう。明日からまたしばらく野宿が続くから。ルーリーが柔らかな瞳で言った。久々の穏やかな夕食だ。ところでさ、味の染み込んだご飯をすくい、小声で尋ねる。
杉越の祭りって何なんだ？スープを取り分けていたルーリーは湯気を立てる大皿を横に置き、上目遣いで俺を見た。簡単に言えば、飛信を蘇らせる儀式よ。蘇らせる？どういうことだ？俺は眉をすかめた。シスターがおっしゃっていたように、人々が飛信を信じているから私たちは魔法を使える。だから、と彼女は続けた。定められた期日に最高司祭である西洋が奇跡を行ってみせることで、人々の信仰をより固く厚くすることができる。へえ。俺は木のスプーンを加え、唇を曲げた。全く面白くなかった。俺があの極限状態で求めていたものは、誰かの権力の道具として生かされるような安手なものではなかったはずなのに。俺の思いなど知らぬルーリーはさらに言葉をつなげていく。人間の信仰はもろく弱いもの。だからこそ強い姿勢で人を導くべきと聖はいつも言っていたわ。海色の瞳の焦点が少し遠ざかった。過去を懐かしむようにかすれる語尾に奇妙な違和感を抱く。ルーリー、西洋はいつもってどういうことだ？問い返す俺にルーリーの顔色が変わる。なんでもない。かすれた声が動揺を語る。どういうことだよ。修道院のテキストにもある言葉よ。ごまかすなよ。あくまで逃げようとするルーリーに思わず声が荒くなる。綾瀬の電話が乾いた音を立てた。ねえルーリー。綾瀬は杖を引き寄せ、不安げな眼差しで俺たちを見上げる。ルーリーは唇を引き結び、静かに立ち上がった。魔法を使う者の気配がするわ。余計な面倒が降りかかる前に引き上げましょう。しかしその判断は一瞬遅かった。バタンと音をさせて酒場に入ってきた人間、ルーリーの言う気配の主が現れたからだ。顔を伏せたままその方向へ目だけを動かす。黒い革のツーピースを着たシルエットが目に入ってきた。こんばんは。幾分高めの声だ。だが綾瀬とルーリーは警戒を解かずにドアを見つめる。二人の緊張が呼び水になったのか、彼女はこちらに顔を向けた。緑の大きな目がきつくすがめられる。この街を呪っていた子だ。驚きのあまり、ぶしつけと知りつつも、まじまじと彼女を見つめる。南国の夜に咲く、大輪の花みたいだ。露出の多い革のぴったりした服が、クリーム色の肌と、豊かな丸みを強調している。男たちは高速な視線を向け、店の女たちはあからさまに嫌な顔をした。少女はそ知らぬそぶりで酒場に歩み入ってくる。滝のように背中に流れる白金の髪は、ランプの明かりの下で光の顔のようだった。男たちのやひな言葉を交わしながら、彼女はこちらに顔を向けた。
ルーリーと綾瀬に順繰りに視線を止めていく。綾瀬の指が震え、テーブルにつけた杖がカタカタと音を鳴らす。白金の髪のソードは綾瀬を認めて片眉を上げた。柱の民だね、あんた。そのまま彼女はつかつかとこちらに歩み寄る。壁玉の都に行く途中、彼女は手を腰に当て綾瀬を見下ろした。そうだよ、行けないの？古い魔術を使う異端として西洋の命によって辺境に追いやられた柱の民が、西洋が祭祀を務める杉越の祭りをのんびり見物するっての？ずいぶんイカれたジョークだね。無言で目を光らせる綾瀬を制し、ルーリーが少女に向けていった。何が目的か知らないけれど、絡まないで。あら、あんたの制服、クラン修道院？光るグロスに彩られた唇に指を当て、彼女はいたずらっぽそうに笑った。この子に絡むのは単純な理由さ。私の一族は、柱の民を宿敵と定めてるんだ。ずーっと昔から。室内の温度が下がった気がした。気づけば酒場の客たちが皆こちらを見ている。なぜ？尋ねた俺に少女は前髪を払って答えた。私の祖はより城の一歩、必死己の身に下ろす力を持っていたのさ。だから、と彼女は続ける。よりしろの命を捧げれば、大地は力を得ることができる。だから私の祖先は、ずーっとこの星のために犠牲になってきた。しんと静まった酒場に、少女の声が響く。多分自分の良心の都合だろうね。柱の民の首長は、私たちを生まれながらの食材のヤギと位置づけたんだ。嘘だよ。綾瀬は叫んだ。静止しようと伸ばされたルーリーの腕を邪剣に振り払い、綾瀬は続けた。あなたたちは集落の掟に背き、こともあろうに柱の民の秘宝、竜神の心臓を盗んだくせに。綾瀬の言葉に少女の顔つきが変わった。竜神の心臓？私たちの宝であるのは確かだけど、それを盗んでなんかいないよ。里ではより城を盗っと呼ばわりしていたの？俺とルーリーは素早く目を交わし合った。これはまずい展開だ。知らないふりしないで、嘘つき。綾瀬の叫びにエッタは髪をかき上げた。私は嘘つきと言われて引き下がれるような弱い人間じゃないよ。綾瀬は挑戦的な目で彼女を睨んだ。それはもちろん、私もだよ。なら解決法は一つだね。エッタは緑の目をきらめかせた。私、よりしろのエッタは、あなたに勝負を申し込む。柱の民の綾瀬は、それを受けるよ。おお、いいぞ。二人の宣言に、酒場の連中がどっと湧き、表の広場へ向かう二人の後を追う。ルーリーどうするんだよ。がらんとした酒場の中で
俺は彼女の肩を叩く。行かなくてはいけないわ。最後の柱の民を失うわけにはいかないもの。俺はうなずき、再び木のドアを開いた。外はすでに日が暮れていた。瞬間にぼやけたバター色の半月が広場を照らし出す。川の流れだけが響く中、二人は向かい合い、間合いを取った。二人の表情は真剣で、誰も止められないだろうことは一目瞭然だった。俺たちは綾瀬のそばに陣取り、様子を伺うことにした。不意にエッタが動く。深く息を吸い、ゆっくりと両手を上げていく。柱の末裔は、自身の力を、己が体に宿らせると聞いた。綾瀬は大丈夫なのだろうか。無意識に俺は、剣の使う指でなぞる。頭上で交差する両の腕に、青白い光が輝いた。風の白虎よ、我が身に宿りて、敵を打ち滅ぼせ。一斉とともに、エッタの顔つきが変わった。緑から青に変化した光彩の中心に、縦に長い猫科の瞳が現れる。エッタを中心に、強い風が渦巻いていく。先ほどまでヤジを飛ばしていた水客たちは、皆一様に酔いの覚めた顔で、戦いを見守っている。俺は息を呑んだ。月に濡れたエッタの肌に、銀色の美しい毛皮が現れ始める。こう描く長い爪が指先から伸びた。爪を振りかざし、エッタを走る。綾瀬のもとへ。だが未だ、綾瀬は瞑想を完了できていない。彼女の額に、汗の粒が浮かぶ。それを認めたドゥーリーは、何やら呪文を口にしだした。やめなよ。俺は思わず、彼女の肩を掴んだ。なぜ？眉を逆立てるルーリーに、俺は視線で合図をした。綾瀬の呪文が完成したのだ。俺にとっては古い神。彼らの秘神は、巨大な火の鳥の姿を現した。その姿は一瞬で消え、代わりに火の雨がエッタに降り注いだ。銀色の毛皮が照らされ赤く輝く。ほとんどの炎は水滴のように散らされたが、守りを突き抜ける炎のかけらに、エッタは顔をしかめた。その隙を見逃さず、綾瀬は同じ必死の力を行使する。行け。だがその呪文は、エッタの目の前に気づかれた鏡に跳ね返された。何？行き場を失ったそのエネルギーが、俺の方に向かって飛んでくる。ルーリーが俺の方にかけてくるのが、視界の端にちらりと見えた。雷撃が近づくにつれ、空気が歪むのが見える。こんなのから、かばってもらうわけにはいかない。もう俺は、理不尽に人を傷つけたくない。俺は雷撃を受けるべく、ルーリーを突き飛ばして立ちはだかった。カイン。ルーリーの叫び声が、耳に突き刺さった。凶暴な獣のような気配が、目の前で膨れ上がる。その刹那、世界全体のスピードが落ちた。夜風の匂い。さやかな音を立てる
梢と星座の瞬き。その中で俺は林が泣きそうな顔で振り返るのも、エッタの唇がそんなと動くのも認識した。何かが体の中を駆け抜けていく。その一瞬のうち、世界は再び動き始める。嘘だろ。俺の目の前で魔法は消えていた。ルーリーが対抗魔法を使ったのかと思ったが、彼女の表情を見る限りそうでもないような。てか、ルーリーはなぜ鳩が豆鉄砲を食らったような顔をしてるんだ。だがそこで思考は途切れた。目の前が二重写しになる。ゴンと大きな音がする。俺の膝がカクンと崩れたかららしい。だんだんと地面が目の前に近づき、再び鈍い音が聞こえた。真っ暗闇の中、鉄の味が口内に広がった。